ピエール・ヴィル・ヌーブ・ピエール・シャルル・ジャンバティスト・シルベストルド・ヴィル・ヌーブとは19世紀初頭のフランス海軍のデートク。白尺。1763年、現在のアルプドイコール・オートイコール・プロバンス県、バロンソルに生まれ、1778年海軍に入る。アメリカ独立戦争では、フランスワド・グラス艦隊のマルセイユ号に海軍将尉として勤務。 フランス革命が勃発すると、貴族出身でありながら、これに共感し、貴族の印である、でをその中から外し、他の多くの貴族出身将校が追放された、海軍で勤務を続けた。革命戦争で、いくつかの戦闘に加わり、1796年海軍少将に昇進した。1798年、ナポレオンのエジプト遠征に参加、広報支援戦隊の指揮を冴える。 彼の上官であるギオームテル号はナイルの海戦でのネルソンのイギリス艦隊による撃沈打法を免れたフランス艦の一つである。積極的にイギリス艦隊との戦闘に加わらなかったことは後日、批判されたがナポレオンが彼は単に幸運だったのだと擁護したため、その軍歴に影響はほとんどなかった。1804年ナポレオンによって、 トゥーロン中流艦隊司令官に任ぜられる。ビルヌーブがナポレオンから与えられた司令は、イギリス海軍の戦力を分散させるために、西インド諸島へ向かい、ブレストから出撃したフランス艦隊とスペイン艦隊を合流させた後で引き返して、イギリス海峡に突入し、ブローニュに駐屯しているイギリス侵攻軍を、ブリテン島に上陸させるというものだった。年月日、 ビルヌーブは、戦列艦11隻を率いて、トゥーロンを出航した。西インド諸島に到着した、彼は1ヶ月にわたって待ち続けたが、ガンテューム提督の率いるブレスト艦隊は、現れなかった。6月11日、ビルヌーブは艦隊を合流させられないままヨーロッパに、向かった。7月22日、ビルヌーブの艦隊は、スペイン北西部のフィニステレ岬に到達し、 カルダー提徳の率いるイギリス艦隊と交戦して、スペイン艦2隻を打破された。数の上では、フランス艦隊が優勢だったが、ビルヌーブは攻撃に転じようとはせず、8月1日にアコルーニャに到着した。計画の通りブレストとブローニュに向かえというナポレオンの指令を、彼はそこで受け取ったが、おそらくは優勢なイギリス艦隊がビスケワにいるという誤報を信じたため、 スペイン艦隊の司令たちの反対を押し切ってカディズに戻った。この行動によりナポレオンが計画していたイギリス侵攻作戦は完全に頓挫してしまった。1805年9月オーストリアとの戦いを支援するためにフランススペイン連合艦隊はナポリを攻撃せよという指令がナポレオンから下された。しかしビルヌーブはなかなか行動しようとせずナポレオンの命令を無視し続けていた。 10月中旬、ナポレオンが彼を、フランソワ・エチエンヌ・ド・ロジー・メスロと交代させ、パリに召喚しようとしていることが、ビルヌーブの知るところとなった。10月18日、新しい司令長官が赴任する前に、ビルヌーブは出撃命令を出した。1805年10月21日、カディスの沖合で待ち構えていた、ネルソン提督のイギリス艦隊が、 フランススペイン連合艦隊と公戦に入った。ネルソンは戦死したものの、戦いはイギリス艦隊の勝利に終わった。連合艦隊の機関、ビューサントルは打破され、ビルヌーブも捕虜となった。ビルヌーブはイギリスに送られたが、仮釈放のみとなり、200名の部下とハンプシャーに滞在した。ネルソンの葬儀にも参列している。翌年フランスに帰国し、軍務に復帰したいと希望したが、 彼の願いが叶えられることはなかった。1806年4月22日、ビルヌーブはレンヌの宿屋で遺体となって発見された。自殺であるとする説が有力だが、差配に6つ、心臓に一つ支障があるという死に方であったため、ナポレオンの命令で暗殺されたのだという噂が、ルフすることになった。ビルヌーブに対する後世の評価は高くない。 1911年度版のブリタニカ百科事典では、カディスを出て海戦に踏み切るという1805年10月の決断は、ビルヌーブ自身の指針に照らしても正当化の余地がない。敗北が不可避なものであると予見していたにもかかわらず、彼が出撃したのは、自分が更迭されることを海軍大臣から知らされていたからでしかない。それまで避けようとしていた破滅に向かって突き進んだも、同然である。 巨栄心を傷つけられて、発作的に取った行動であったと述べられている。ただし、エトワール外線門には、ビルヌーブの名前も刻まれている。ありがとうございます。